ロスコー・タナーロスコー・タナーは、アメリカ合衆国テネシー州チャタヌーガ出身の元男子プロテニス選手。1977年の全豪オープン男子シングルス優勝者で、1979年のウィンブルドン準優勝でもよく知られた選手である。シングルス自己最高ランキングは4位。身長182センチメートル、体重77キログラム、左利き。 サワンから繰り出す、威力あふれるサービスを最大の武器とした。しかし、同時代の選手として、ジミー・コナーズや、ビョルンボルグなどの競合選手がいたこともあり、現在の印象は、やや薄くなった存在でもある。ATP ツアーで、シングルス16勝、ダブルス13勝を挙げた。1977年の全豪オープンは、年頭の1月開催と年末の12月開催の2度、 行われた。タナーが優勝したのは、年頭の1月開催の大会である。決勝戦では、アルゼンチンのギレルモビラスを6から3、6から3、6から3のストレートで破って優勝した。それから2年後、1979年のウィンブルドン男子シングルス決勝で、タナーは、大会3連覇中だったビオルンボルグと顔を合わせた。試合は、 最終第5セットまでもつれ込む熱戦となったが、結局タナーはボルグに7から6、1から6、6から3、3から6、4から6で敗れ、ボルグのウィンブルドン連覇記録を止めることはできなかった。タナーの ATP ツアー大会のシングルスでは、1974年から1981年まで優勝記録がある。1985年1月、 テネシー州メンフィス大会での一回戦敗退を最後に現役を引退。その後のタナーは数々の犯罪行為に走り何度も刑務所で服役生活を送る落ちた英雄と化してしまった。ありがとうございます。